これは警察関係の仕事についている知人から聞いた話である。110番に電話をかけると各都道府県の警察本部が管轄する通信センターにつながるらしい。そしてそこにかかってくる電話の内容も事故や事件だけではなく喧嘩や不審物、夫婦喧嘩や火事など様々だそうだ。その中にはとても奇妙な電話も多いらしい。それは酔っ払いがかけてきた電話の場合がほとんどらしいが、それでも中にはどう考えても説明がつかないような奇妙な電話もあるのだという。ある時などは殺人事件の時効設立間際になって被害者を名乗る者からの電話で犯人が特定され逮捕に至ったケースも確かに存在するのだと聞かされた。殺人事件の被害者からの電話などあり得るはずもないと最初は信じなかった。そうなのだが、その声の主が捜査関係者しか知らないような事実を口にしたことで、とりあえず調べるだけは調べてみようということになり、結果として時効寸前の犯人を逮捕することができたのだという。そしてこれから書く話はそんな中でも特に奇妙な電話だった。その日時刻は午後10時を回った頃だった。110番を通じて電話がかかってきた。若い女の声だった。ところが相手の電話番号が何も表示されていなかった。電話がかかってくると相手の番号はもとより相手の場所や固定電話なのか携帯なのか、それとも公衆電話なのかがすぐにわかるそうなのだが、その時の電話には何も表示されていなかったという。事件ですか？事故ですか？と問いかけるオペレーターに対して、私はたった今殺されました、と暗い声で答えたという。聞き間違いかと思い、オペレーターが今度は、殺されたのではなく殺してしまったのですか？と聞き返すと、いえ、私は殺されました、つい今しがた、でも今から殺すと思います、絶対に許さないから。そういうので今度は、すぐに捜査員が現場に向かいます、現場はどちらになりますか？と聞くと、とある山の途中にあるバス停の名前を告げたという。殺人事件の通報かもしれないということで、110番の内容は所轄の警察署に伝えられ、すぐに署員が現場のバス停へと向かった。しかし指定されたバス停に到着したが、そこには誰もいなかった。そこで署員が辺りを捜索すると、一人の女が真っ暗闇の参道の端に立っている。慌てて署員がその場所に行くと、なぜかもうその場所には女の姿はなく、ライトで辺りを照らすと、なんと先ほどの女が少し離れた林の中に立っている。そしてすぐにその場所に駆けつけるが、やはりそこに女の姿はなく、少し離れた場所に立っている。そんなことを繰り返して、署員たちは普通なら絶対に踏み込まないほどの深い森の中までやってきた。するとそこには一人の男が苦しそうに自分の首を押さえながら地面に仰向けに倒れていた。急いでその男を助け起こすと、半狂乱になって地面を指さす。すると男が指さした地面が
一度掘り起こされたように盛り上がっていた。そして男は、悪かった、殺さないでくれと叫び続けた。そこで署員たちはその場で応援を要請し、その男を救急車で病院へと搬送。すると同時に男が指さしていた地面を掘り起こした。するとまだ血が乾ききっていないほどの女の死体がバラバラになって埋められていた。そして署員たちはバラバラ死体ということよりも驚かされることになる。その場所から掘り起こされた女は、最初にバス停に着いた時からこの場所まで誘導していた女に間違いなかったからだ。結局病院に搬送された男は、病院に到着する前に息絶えた。最後まで恐れおののきながら、何かに謝り続けていた末の突然死だったという。結局その事件は通報者不明という形で処理されたらしいが、警察内では誰もが直感的に理解していたという。その110番通報してきたのは、間違いなく殺された女自身なのだと。こんな不思議な話が警察関係にはまだまだたくさんあるんだ。彼はそう言っていた。